皆さん、こんにちは。今回は、なぜ、名鉄三河線の端っこの部分は、廃線になったのか、多分小学生でもわかるように解説していきます。では、早速ですが、皆さん、このように思ったことはないでしょうか。おい、それどこの話だよ。今回の舞台となるのは、愛知県のどっかこの辺のエリアです。名鉄三河線とは、豊田市内の佐長駅から知立駅を通り、碧南駅までを走る路線です。路線名は三河線となっているものの、実際には知立駅を境目に、北側と南側で別々の運転スケジュールとなっています。北側の部分は山線、南側の部分は海線と呼ばれています。そんな名鉄三河線ですが、両端ともに昔はもっと線路が先までありました。どういうことなのか、名鉄三河線の過去について見ていきましょう。今から約100年前、三河鉄道という鉄道会社がありました。愛知県のどっかこの辺に住んでいるお金持ちの人たちが作った会社だったのですが、起業した人たちはこのように言いました。俺の町にも鉄道欲しいな。鉄道を作るのは社会的なトレンドとなっていた時代だったため、自分たちの町にも鉄道を通したいと思っていました。そして北側は西中金駅、南側は平吉田駅まで路線を作り、さらに名鉄蒲郡線の部分もセットで作りました。北側ではさらなる延伸計画を持っていました。三河鉄道はこのように言いました。飛鳥まで延伸するぞ。飛鳥というところには高蘭渓という景色が美しい観光スポットがあります。毎年秋になると紅葉を見に多くの人たちがやってきて、近くの道路なんかはかなり渋滞するのですが、当時の三河鉄道もここまで鉄道を作ろうとしていました。そして線路を敷くところとなる土の山は出来上がるのですが、ここでとある出来事が起こりました。それが世界恐慌という100円玉が10円玉に突然変身してしまうみたいな出来事です。この結果、三河鉄道はこのように言いました。お金ねえから延伸無理だな。こうして飛鳥までの延伸計画はフリーズすることになり、いつの間にか消滅することとなりました。その後、日本は戦争の世の中に入り、国はこのように言いました。私鉄はご近所様とまとまりなさい。戦争の世の中になると、私鉄は近くの鉄道会社と仲良く一つの会社になるべきと、政府は今のワードで言う要請をしました。そんなわけで、三河鉄道は名鉄に合併しました。戦後になると、日本は高度経済成長期というイケイケの時代に入るのですが、この頃から人々は車を買うようになりました。その結果、名鉄三河線の端っこの部分では、電車に乗る人が減っていきました。そんな中、名鉄はこのように言いました。電車よりディーゼルにした方が安くね？乗る人様が少ない区間では、電気を流すために必要な機械の出費が多くなって非効率的とのことで、電車よりも城北線のようなディーゼル方式にした方がトータルな出費が少なくて済むと名鉄は言いました。そんなわけで、三河線の端っこの部分では電車を卒業させて、レールバスという軽油で走る機動車を導入しました。ただその後も次第に乗る人様が少なくなっていきました。そこで名鉄はこのように言いました。乗る人いねえのに鉄道あってもしょうがなくねえ。儲けが出ない一方、出費だけが出ていくという形になっていたため、ついに廃線にしたいと言いました。そして国に退部届みたいなものを提出して、今から約20年前、名鉄三河線の端っこの部分は消滅しました。こうした結果、名鉄三河線は今のような姿になった感じです。ところで、山側で廃止になった区間は、すべて豊田市内を走っていた区間だったのですが、生き残っている区間は、例のウイルスが広まる前までは、毎年お客さんの数が増えていたとのことです。豊田市で見ても、名鉄三河線の沿線は、人様が増加中な一方、廃線になった部分の沿線は、人様が減っているみたいです。日本を代表する自動車会社の街となった豊田市は、日本社会を代表する姿なのかもしれないですね。以上、
廃線になった名鉄三河線の端っこの部分についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。